それでは本日もボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷川明憲記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、5日間シリーズで開催中のボートレースチケットショップユフ開設3周年記念、本日4日目を迎えております。さあ、本日はですね、準優勝戦日ということで、第9レースから11レースの3個レースでいよいよ準優勝戦が争われます。さあ、長谷さん、はい、大激戦だった得点率争いなんですが、本当だよ。どうご覧になってましたか？まず最初ね、はい、草原選手がね、はい、まあ、2日目までトップだったんですよね、はいはい、彼がまあ前半レースを走った時にちょっと得点率を落としたんですよ、うん、そうなんですよ、ね、その後走った高岡選手が1着取ってね、お、高岡が上がってきたなと思って、はい、ただあの7レースで山田浩二選手が、はい、こう1着ならね、予選トップがそこの時点で決まったんですよ、うんうん、新入校で、です。で3号艇で幕出しで1着取ったでしょ、はい、お、トップは決まったと。そうですよね。ただここであとまだ準優1号艇争いも最後までもつれたんですよね、うん、誰が1号艇になるのっていうのを、2位3位がね、まだ分かりませんでしたよね、うん、そうそう。でもまあ草原選手がね、はい、最後ね踏ん張ったというかね、 6コースか2着に来てねそうなんですよ。だから草原君が3位になったと、はい、でも山田浩二選手ね、そのね、うん、7レースで1着取った後ね、僕いつもなんかあの山子最高とか言うでしょ、うん、山田浩二に山子最高って言ったら山子最高って言ってましたよ、あいつ。あ、そうなんですね、うん、まあ本人もね1位が取れたってことは分かってたんでしょうね。そうそう、すごいなって言ってよく取ってきたなと思いますけどね。でもしっかりとあの昨日やっぱりこう予選が3日しかないから、はい、得点率だらけ順位がちょこちょこ変わるからね、うん、あの僕らも計算するの本当に大変だなと思いながら、忙しい一日でしたね、うん、さあ、あとその、ね、得点率争い、はい、予選トップ通過が1位、山田浩二選手、うん、そして2位が高岡充選手、3位が草原翔太選手となっております。はい、そしてですね、ボーダーが18位が 5.50 ということで、うん、下がりました ね、 ちょっとね、やっぱり6点にはいかなかったですね、今回はね、はい、はい、そして気になる地元勢の予選突破なんですが、4位が宮本夏樹選手でした。今節いいモーターがいっぱいある中で、はい、宮本夏樹引いたのはこれボロじゃない、低調理なんですよ、うん、まあ、スポーツ王子は D ランクなんですよ。もう苦戦すると思ってたら見事に期待を裏切ってくれました。いい方に裏切ってくれたよね。そうですね、4位って、そう、あとちょっと頑張ったよ。でもこのモーターで、はい、地元での活躍が目立ってますよね、はい、そして長谷さん、もう一人地元からいるんですよ。山口真紀子さん。そうですよ、どうですか。いや、このいいモーター引いてプレッシャーのある中ね、うん、はい、最近ね1着がずっとなかったんですよ、実は前期、うん、ずらずらあのフライングキットがいろいろもうずーっとなかった。今節通ったからね、はい、昨日の ねレース2着取った時に、うん、私乗れますかって言うから、うん、乗れるよって、ああ予選ですね、いや乗れるよって言って、だから順位乗ったんですよ、はい、今回が順位は2回目あ、そうなんですね。今年玉川で1回ヴィーナス乗ってるんですけどね、うんうん、2回目だから地元では初めて。いや、気合い入りますよね。うわ、もう頑張ってほしいよね、ここまで来たら。そうですよね、うん、はい、さあ、気になる準優勝戦第9レースから11レースで行われますので、はい、優勝を決めるのは誰になるのか、ぜひご注目いただければと思います。それでは長谷さんに本日も2レース予想の方をいただいております。まずはメインレースです。フリップご覧ください。さあ、準優勝戦第11レースを挙げていただいております。早速見どころです。ターン周り E、 山田浩二選手が速攻、鍵を握るのは角の峰重力也選手。はい、ここはね、進入はね、枠なりを想定しております、うん、はい、枠なりになればインは山田選手で角は峰重選手ですね。そうですね、ここまずね、山田選手これね、モーター 27% しかないモーターでしたよね、うん、はい、ターン周りこれやっぱいいですね。プロペラ調整でそのあたりで来てますよね。さすがですね。ただやっぱり正味の伸びとか、うん、パワーという面でやっぱいいモーターには分が悪いんですよ、正直言うと、うんうん、でもターン周りがいいっていうことはもう山田浩二のレースできますからねそうですね。ただ昨日はこのね、連勝した川野大選手、はい、51号機これ本格化したんじゃないですか。
ねえ、51号機らしい動き見えますよね。本人は出足、回り足が抜群ですよ。はい。でね、なんかね、伸びていくことはないんですけどって言いながらも、うん、伸びもね、いい人と一緒ぐらいですよ。いやいや、全部いいじゃないかと。絞ってますね。いいよ。そしてあとは、濱田有沙選手、ここもいいですね。はい、ね。やっぱりあの、まあ、体重軽さもあるけど、やっぱ彼女、ね、はい、ペラも上手いしレースも上手いですね。うん、あ、全然伸び巻きももちろんないし、出足っていうのはやっぱりね、いいと思いますよ。はい、だからここね、内側こう強力、うん、気力強力ですね。だって A 級選手は固まってますからね。そしたらもう 1,2,3 か 1,3,2 かと思うんですよ。私も思いますよ。僕も思いますよ。さ、書いてるでしょ、鍵を握るの角ミネシリニキア。はい、彼はスタートは早いんですよ。うん、だから彼がスタート行けなかったら、うん、というか外から攻めてこれなかったら、もうすんなりと 1,2,3,1,3,2 と思います。内寄り決着ですね。ただ宮地君もね、フランスは中堅上位はあるんですよ、全体的にね。はい、彼がスタートでドーンと行って攻めていったらですよ、うん、もしかしたら1は逃げても2と3の両立ができない可能性があるんですよ。うんうん、だから右足が攻めてれば3着は混戦。うん、三河選手は出足がいいし、はい、中里さん選手もね、出足はいいと思いますよと話してました。うんうん、だからちょっとここオッズを見たら、はい、1,2,3,1,3 にはもうガンガン売れてるんですよ。あ、そうなんですね。ただここのうちの両立がなければ、うん、6の3着とかね、うんうん、4の3着とかちょっとつくんで、はい、抑えてもいいんじゃないのかな。もちろん強弱つけた方がいいんですけどね。なるほど。うん、だから4が攻めてるので僕すんなり 1,2,3 と思ってます。はい、1,2,3 で 1,3,2、うん、4が行ってくれた時だけにこの3着は混戦になるんじゃないのかな。でも本当にね、出走表のこのスタート、タイミング平均見ても、うん、峰重選手コンマ1,3、これすごいことですよね。いいですね、やっぱ彼の持ち味。ただ今節見てると濱田有沙選手もスタートはしっかりこういってるんですよ。だって1走目06よ、あと全部4走、はい、11全部2走目から絶対見えてますね。だから、ね、彼女がしっかり止めてくれたら本当うちですよ。ああ、1,2,3,1,3,2。ミニチュアが0,5と言ったと怖いですけどね。そうですよね。うん、でもなんかその辺のポイントは、はい、ここはミニチュア君、彼が行く行かないによって三着が薄めが来るかどうかと、うん、いうところでしょうね。はい、はい、さあということで買い目は1番から2番3番の2、3着折り返し。ただ抑えでは1番から2着2番3番3着が4番5番6番ということで、はい、挙げていただきましたので、冷静に考えてみると今週なんかダメですね。いや、なんか色とりどりに、ね、いや、なんかね、1,2,3,1,3,2が来たら取り紙ですけど、ここは厚みにここは買ってください。そうですね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、さあということでまずは準優勝戦第11レースお話しいただきました。ぜひ参考にされてお楽しみください。さあそれでは長谷さん、いきますよ。はい、せーの、困った時の長谷川の実。いい音しましたね、長谷さん。はい、気合十分ですか。私ね、実は今節が始まる前にね、はい、休みがちょっとあったんですよ。うんうん、あのパワースポット巡りって一応してきたんですよ。あ、そうなんです。どこに行ったんですか。滝山にあるなんか神社で大クス、大きなクスがあるとこ行って、はいはい、もう心を清めながらもう、あ、とか、うん、大村市にあるなんか神社でパワースポットってとこに行って、はい、もう拝んできたんですよ。あ、そうなんです、ね、だから今節はなんか自分の中でやれるなと思ったんですけど、うん、気持ちが空回りしてます、ね、ちょっと巡りすぎたのかもしれませんね。だから昨日もちょっとね、うん、悲しい思いをしてね、はい、秋の夜長って言うんですか。、うん、なかなか寝つけませんでしたね昨日は。あ、ちょっとね、寒さもね厳しくなってきましたしね。で今日もだからこのね、展望のためにね、資料を作っててね、はい、メールを送ったはずがね、はい、添付忘れとかね。そうでしたね、長谷さん。でもここで失敗したんで、はい、今日は失敗しない気がするんですけどね。そうですよ、添付忘れてましたけれどもね、予想は忘れないようにね、はい、ちゃんとね。そうですよ、うん、はい、それでは続いてのフリップご覧ください。さあ本日の困った時の長谷頼みなんですが、第9レースのこちらも準優勝戦挙げていただいております。いや、今節のこの楠原選手はよく出てますね。はい、ね、そうですよ。いや、あの今節見てると外枠でしっかりと着順まとめてて、うん、道中の走り、これ素晴らしいですね。
やっぱり気配がいいだけありますよね。いいよ、うん、でね、やっぱこう前走地のもね、戸田でもね優勝戦乗ったぐらいで、はい、うんうん、今回もこう優勝戦乗ってね、うん、彼にとっても初優勝を狙えるぐらいの足はあるんでね、はい、ここはね陰線もう新人もねこう枠慣れと思いますんでね、うん、動きはないですかね、うん、だからここはもう船橋の良さ信じてスタートしっかり決めての先前に持ち込みたいレースでしょうね。はい、サクサハラ選手に20丸つけていただいております。はい、さあ買い目本戦の方、対抗は4号艇の一宮選手、一宮選手も僕出てると思います。うん、楠田選手もいいんだけど、その次同じぐらい一宮選手出てますよ。はい、どこがいいってないらしいんですよ。うん、でもどこがいいっていいのなくて、僕の中ではこう全部いいと思ってるんですよ。うん、行き足関係がいいし、スタート全速できればちょっとなんか伸びる雰囲気もあるし、うん、これもともと65でこれコース上記ですからね。はい、これね2年テラスが 36% だからグランプリには出ないと思うんですけど、はい、グランプリシリーズだったらこれ多分注目点だと思いますよ。それぐらいのこれねモーターだと僕思ってます、65機は。あ、そうなんですね。で彼スタート早いしね、うんうん、ただここは地元の宮本夏樹もなんとか頑張りたいし、はい、山口真紀子選手これいいモーター、うん、いいところは出足とか回った後がすごくいいって、うんうん、本人は乗り心地がいい時もあったらしいんですよ、はい、そこをうまく合わせればと言ってました。あ、昨日ちょっとね予選が終わったレースでね、はい、落水したのは気になるんですけどね。そうでしたね。僕の持論はいいモーターは壊れないというのがあるんで、簡単には壊れないぞと、はい、うんうん、だからここはね一宮選手に、ね、攻めていってくれたら展開も向くと思うんですよね。はい、奥田選手は出足感じいいんですけど、はい、そんなにスタートが速い選手じゃないんですよね。あ、だからここは一宮選手がスタート速いんでちょっとここ怖いですね。そうですね。近藤選手ね、初日はね普通と思ったんですけど、はい、2日目からなんか良くなりました、うん、というのが今節いるなんかずっとねプロペラ調整していって2日目から変わったって、うん、中本選手からアドバイスもらったら、はい、全然見違いらしいなったよって言ってました。あ、そうなんですね。この58号機もね2年だと 45% ありますね、うん、はい、前回中竜太選手、うん、からこれも新プラになったの、新プラに。ああ、なんかそれがいい方向にいってる気がしますね。最近なんか新プラいいんですかね。だから今まで、あ、出てないけど高岡選手もこう前節が新プラだったんですよね、うんうん、そうです。新プラで横田選手ちょっと増えたな気がしますね。うん、でここはねだから選手的には1から425の23着ってまず本来とは思うんですけど、はいはい、相手は僕やっぱり一宮選手にしました。14ですね。4が攻めればね、ま、6まで出番3着にはありそうだなと。はい、奥田選手もスタート遅いけど出足でね3着あるかもしれないんで14はまず流しましょうか、うん、3着を流して、はいはい、そしてやっぱり抑えてやっぱ124152ここは印の回ってる選手は2着に入れましょう。やっぱり、はい、ね無印の選手を入れるとね何のために打ってるのか印になるんでね、うん、ここはお願い、楠田選手が逃げた時は一宮選手ついてきてよというフォーカスですね。そうですね、はい、はい、さあただね狙い目ではその一宮選手4番から挙げていただきました。彼あの 今は B1 って書いてますけど、もともとこれ A1 選手ですからね、はい、ね、そうですよね。それとあとは楠原選手ね、はいはい、本日頑張ってスタートは行ってますがまだ、はい、前期分のフライング、うん、これまだ未消化なんですよね。まだ残ってたんですね。そう、そしてなおかつ、まあ、宮本選手は船足良くなっても普通くらい、はい、奥田選手はスタートがあんまり平均差で見ても速くない、うん、4が一気に攻める可能性はあるんじゃないのかな、うん、4角の1ミリは行くでーってことね怖いでーって感じですね。中引き込みになってまくり出したのは4-1、はいはい、まくってしまえば外がついてくる4-5、近藤さんも2日目以降良くなってて4-6ラインというのも面白いんじゃないのかなと思ってます。はい、これ特に4-6とかすごいつくんじゃないんですかね。つくと思いますよね。もう今日はなんかいいことがあるような勝手に思ってるんですけどねいやでも本当にこの一宮選手が角になったっていうところはもう狙い目、狙いやすいレース。スタートの速い角でしょ、はい、モーター出てるでしょ、はい、狙える要素は十分にあると思います。そうですよね。さあ4番頭から1番5番6番の2、3着6点気持ちは3着流したいんですけどねそうでしょうねうん、だってねなんか粘りそうですもんね。そう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 、2もね3もね。そうそう、まあ、でもここではフォーカスはこのぐらいにしておきましょう。わかりました、はい、ありがとうございます。
さあということで困った時の長谷頼みは準優勝戦第9レース挙げていただきましたのでぜひ参考にされてお楽しみください。ということで4日目の本日も解説いただきましたのはスポーツ報知の長谷明典記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。